あ、ホロは大好きね。じゃあ、岡田やつか。あの、もう一人のデザインの分かる、あの、吉和山形。リターンアフターワーズ。あ、リターンアフターワーズのデザイナーで、結構二人、男性ですけど、でもすごい3人なんかいて、いつも2人ね、なんかいろいろ話してるで、彼からなんか、いつも自分の彼女と他の人をセックスしてるのをイメージしてるですよ。彼言ってた、私、あ、私そう思う、そう思う、私もなんかすごいミキオさんと誰か浮気の想像をいつも考えてるって。で、なんか一体なるじゃないですか。なんか心すごい痛いなって、なんかでも逆嬉しいでってもあって、で吉和も、あ、そうですそうですで、なんか朝まで話してる、この感じの話。そうそう、それホラームービーと関係ないし、ホラー見たらちょっと違うわ。